はいどうも、ディオジョーシチャンネルです。えっ、ー、と、本日ですね、えーまあ、残念な、残念なお知らせが、えー、クラブの公式から出てしまいました。クラモフスキー監督、えー、契約解除ということでね、うん。まあ、結果が出てなかったから、ちょっと覚悟してた部分はあるけど、寂しいですね。寂しいですね。うん、のツイッターの方では、 ツイートさせてもらったんですけどこのディオ・ジョーシチャンネルっていうのがクラモフスキー監督就任と同時に始まったんですよなのでまあ僕自身も非常にクラモフスキー監督ボスへの思い入れっていうのは強かったしボスと一緒に昇格したいっていう思いがすごくありましたまあただね、うん、残念ではありますけどまあクラブが決断したので変わらずにというか もうむしろね、これまで以上にサポートしていきたいなと、えー、2人とも思ってます。はい。でですね、まあ、監督も変わりましたということで、おそらく、えー、モンデサポーターの多くの方が気になるであろう、渡辺進新監督について、今回は動画を回していこうと思います。はい。はい。じゃじゃん。あの、進む監督のね、 紹介をする上で過去の書籍とかネット記事をいくつか参考にさせてもらったんですけど僕のメインはこちらの,のフットボール批評インタビューをちょっと軸に調べさせていただきましたモンちゃんは著書ですねすごい重症なプフットボール実践のイン付きですそこがすごいわ <laughs> さすがやモンちゃんの愛読書でしょそれもそうです、はい、本当に面白いんですよ、ね、僕もちょっと 早く読まなきゃ読まなきゃと言いつつ読めてないからもう本当に読みます。はい、で、えー、ちょっと先に大前提としてあのお話ししておきたいのがですね、まあ2つほどありまして、まあ中には、いや、監督変わったばっかで切り替え早すぎるんじゃないのって思われる方ももちろん中にはいると思うんですけど、まあ一応買って、えー、配信をねさせてもらってる立場ですので、モンテサポの多くの方が気になるであろうトピックについて、 りするのも僕たちの役目だと思ってますで,すので、えー、もちろんこうちょっとまだ切り替えられてないところもあるんですが今回撮影をしていくっていうのとあと今回参考にさせてもらった書籍が僕のも2年くらい前の本でおそらくもんちゃんのもそうですね2020年ですねの秋とかに発行されてるので、うんはい、ちょっとね2年前。 なので少しねこう時間が経っているのとあとはもちろんその本を出した後もあの渡辺進さんは進化しておりますので、まあ、あくまでねかつてのそういった進むさんのインタビューをまとめたイメージだと思って捉えていただきたいです。はい、まあ、シーズン途中からのね今回の式になりますのでいきなりそういった変化が生まれるかも、まあ、今はわからないところではあるんですけどまず えちょっと紹介させていただきたいなと思いますはい。では早速いきます1つ目すすむさんの経歴についてですね、えー、現役時代プロサッカーのね、現役時代は札幌・甲府・仙台でプレーした後に仙台のコーチへまずは就任します2014年にチームの不振の影響でシーズン途中から監督へ就任しますと、えー、厳しかった 上からだ仙台を残留へ導き2019年まで指揮を執りました、うん、でここからはえおそらく J2 ウォッチャーの皆さんご存知の通り2021年から山口の監督へ就任しますと、えー、シーズン途中にですね本人の意向で退任でその後に山形のヘッドコーチという経歴になっております、うん、多くの方の印象に残ってるのはやっぱ仙台時代なのかな山形サポーターの中では 天皇杯の準決勝2018年ですね、えー、決勝進出をかけた道の奥ダービーで私たちモンティロ山形負けてしまいましたけどその時の仙台を率いていたのが渡辺進さんでしたモンちゃんもこの時の印象はすごく強いんじゃないいやー強いですよね、うん、悔しい思いが今でも蘇ってくるようですはいもう本当にねその時はね進さんをちょっと嫌いになるくらいいいサッカーをしてたんで そういった印象もありますけど逆に味方になると心強いですねここはで、えー、経歴をお話ししましたので続きまして2つ目ですね渡辺進さん進さんのメインとなるシステムフォーメーションについてここまでね僕の印象に残っている進さんのシステムフォーメーションというのは主に2つあります343と442です山口時代は352とかも少しチャレンジしていたんですけど やっぱこの2つ、343と442っていうのが進さんの代名詞というか印象に残っているフォーメーションなんじゃないかなと思っています。ではそれぞれそのフォーメーションについて僕の印象も込みでお話ししていきます。まずは343から、この青い方ですね。343。えー、ワントップツーシャドウの343となっています。僕もこの時、あの仙台時代の343の試合をめちゃくちゃ見ていたわけではないので、 まあ、天皇杯メインでの感想になってしまうんですけどまあこの3、4、3ののきの進さんサイドでのクオリティは本当に本当に素晴らしかったなとセンターバックのワイドこの選手とあとはウイングバックボランチツーシャドウの一角この4枚で、まあ、サイドをどんどん攻略していくわけなんですけどこの、ね、ポケットと呼ばれるスペースをもう徹底的についてきました。うん だから崩してポケット侵入してクロスの中で合わせるみたいなポケットへの侵入が非常に多かった印象ですまあポケットを狙うっていうのはこの343のある種王道的な攻撃方法ではあるんですけどその崩しのねアイディアであったりクオリティっていうのは仙台だったけど相手は仙台だったけどまあ素直にすごいなって思いました進、まあ、さん曰く この343を実践する上では、ツーシャドウのランニング。えっ、ー、と、この選手と、この選手ですね。このツーシャドウのランニング、縦へのランニングが肝らしくて、まあ僕はね、ちょっと、ここだけでも1一本動画を作りたいぐらいの、あのー、結構深みがある話とかをネット記事で見つけたんですけど、今回は尺の都合でちょっと割愛します。とにかくね、この適切な立ち位置から適切な人の動きでゲームを支配するっていうのが、進さんの 特徴となっていますで次に4四二ですね変わりましてよいしょこの緑の方この下のね入れ替わった緑の方が4四二です4四二と言いましても進さんが、えー、使う4四二っていうのはあくまで守備の時に4四二になる形攻撃の時はかなり変則的な4四二となっています 仙台時代に、そのさっき言った3、4、3を多用していたから、すごく3バックのイメージ強いんですけど、進さん自身は4バックが理想みたいです。で、なぜかというと、なんで4バックが理想かというと、守備から逆算した上で4バックが理想とのこと。ここは後ほどお話ししたいと思います。ビルドアップについても、あの、究極、究極はこの4バックのセンターバック。 2枚とゴールキーパー。この3枚でボールを運ぶ、安定して、ボールを前進させるっていうことが理想とも語っていますね。ここね、非常に大切なポイントでで、えめっちゃ噛んだ。ここ、あの非常に大切なポイントで、あのー、フォーバックでね、もし監督が代わってね、進むさんになって、もしフォーバックで行くんだとしたら、このゴールキーパープラスセンターバック2枚でボールを安定して運べるか。 ここはね、あの新体制の山形、非常に大きな鍵となってくるんじゃないかなって思ってます。うん、また、アンカー、アンカーへの強いこだわりも持っている監督で、誰が起用されるのか超楽しみです。一応ね、4、4 2だからツーボランチっぽくなるんだけど、ボールを持ってるときはさっき言った通り、かなり変速で。 基本的にはねアンカー1人がこう入ってくるイメージちょっとサイドバックがこう上がったりとかしたりするんですけど中盤に関してはアンカーが基本的には入るとイメージしてください <laughs> ここね山形誰がこのアンカーに入るかちょっと楽しみポイントじゃないですかモンちゃんいやーそうですよねうんどう誰が入るかなとか予想したりしてます <laughs> 私的には まあ、アンカーといえば南選手っていうところがあるので南選手がまあ理想なのじゃないかなって思いますね。ここに関してはね,僕もねちょっと、あのー、同感なんですよ山口時代とかは佐藤健介選手を結構軸に中盤構成してましてこの佐藤健介選手っていうプレイヤーもボールに、ね、いっぱい触ってこうサイドに振ったりだとか。 そういうタイプの選手だったんで、かなり南選手に近しいのかなとは思ってます。あれなんだよね、あんまり降りてくるタイプのアンカーはダメなんでしょそうですね、うん、動きすぎずっていうところはあるみたいですよね、うん、あくまでワンアンカー、ワンボランチ。うん こういう感じになるのね。のちょっと上下っぽくなのかなう。あんまり、ね、んボランチの間とか、ボランチの,あボランチの、ね、センターバックの間とか、センターバックの脇に降りてくるっていうよりかは、基本的に中央にとどまらせたいっていうイメージだよね。はい、だから、あれなんでしょあのブスケツ選手が好きなんでしょみたいですね。バルセロナは、ね。バルセロナ。はい、<laughs> ブスケツ選手みたいな、まあ、ここでちゃんとどまってプレーできる選手が起用されるんじゃないかなと予想しております。うん ま、極力、そのボール保持しているとき、ボール保持時は中盤を今、モンちゃんが言った通り一人、アンカー一枚、ボランチ一枚みたいな感じで、こうずっと二人をとどまらせておくんじゃなくて、とどまらせてか二人を並べるってわけじゃなくて、中盤を一人にして、そこに対して相手を何人も食いつかせる。食いつかせたい。とも語っていて、まあ、このことからもかなり中盤の選手には絶対的な信頼が必要なのかなと。絶対的な信頼を 獲得した選手がアンカーに起用されるのは、まあ、ここは間違いないかなと思っております。はい。で、続きまして、えー、今のが進さんのスタイルについてお話ししていったんですけど、次がですね、進さんのスタイルについてですね、はい。まあ、進さんイコールポリショナルプレーだとは思うんですよ。おそらくね、多くの方が、まあ、本も出してますし、でもここ、あれなんですよね。 そうですね書籍ではベガルタ仙台を率いた6年間においてポジショナルプレーという言葉を用いたことがなかったって言ってるんですよね。うんここね、<あ>すごく面白いよね。周囲の方からあれはポジショナルプレーだって言われるようになって、出版をきっかけにポジショナルプレーは何たるかを考えたって話してますね。う そのポリショナルプレーとかね、そのポリショナルサッカーっていう言葉がこう世に広まる、世に浸透する前から、もう進さんの頭の中ではある程度構築ができていてで、それをやってみたら周囲の人たちからそれはポリショナルプレーだよって言われるっていう、すごいね、頭の中どうなってるんだろうっていうぐらい、もうそこを聞くだけでリスペクトしちゃう監督ですよね。えー、でですね、そのまあ、ポリショナルプレーといえば、 もう5レーン今ねだいぶもうその定着してる言葉5レーン、まあ、5レーンとかいろいろ呼び方はありますけどピッチをね縦に、えー、5分割する考え方となっています、うん、ここもね、はい、面白いんですよねそうですねワントップ、まあ、ツーシャドウウィングバックがいる場所を、はいはい、こういうことですねサウですね、はい まあ3 4 3の場合です、ねはい、ワントップ真ん、まあ、中からいくとワントップと、うんまあ、ツーシャドウでテイクバック5人ですよね、5人いる場所を5分割して、まあ、それを5レーンと呼んで、まあ、マーカーでね線を引いて。 即席で書いたから汚いんだけど <laughs>、うん、ピッチを縦に5分割してそこに選手を当てはめるっていう考えですよねそうですねうん,うんそこから出ないように分けてトレーニングをしていたっていうことなんですねああそっか練習中からもう5レーンをピッチに書いて、うん、このレーンから担当する選手がこう出ないようにね、はい、出ないようにここのレーンにとどまらせておくように練習していたっていうことね はい、すごいな、それは、うん。そのことで、まあ、良い立ち位置と、はい、あと、カしパですね、実際に。うん。しかして、まあ、ないようにって、いう制限を用いることで、まあ、選手全員がね、共通の理解というか、はいはい、絵を描いていくっていうところですね。うん今ね、それこそ、大分とかは、ツイッターで練習メニュー公開したりしてますけど、大分とかも、あの、ファイブレーンを。 もう練習の時から意識した内容ですけど、鈴さんも同じように、もう練習の時からファイブレーンを意識して、なんならその練習場、あのグラウンドにファイブレーンを書いてやってるっていうことなんですね。うん、はいで、このファイブレーンするに当たって、なんでこういうふうになったのかっていうところなんですけど、くさびを受けるときにですね、立ち位置が重なってしまうっていうことがあったらしいんですよ。あ 極論ここうういうことね,そうですねシャドウとワントップが被っちゃうよみたいな。と、はい、いうことがあったので5、まあ、レーンとして実際に、まあ、分けることによって動きすぎずボールにも寄りすぎずっていうところですね。あ<ー>まあ動きすぎたりボールによりすぎたりするのは相手は誰も困らなくなるとも言ってるのでうんある程度の距離感。 ってていいうのは意識してると思いますねそうか動きすぎちゃってこうやってレーンはみ出してきちゃうとくさびのパスで2人かぶっちゃうよだからあまり動きすぎずにちゃんと止まるよっていうことですねはいまあでも、ね、今でこそそうやってまあ5レーンっていう言葉がもう世に浸透したから今の話結構ご存知の方もいるかもしれないけどそれをさそのやっぱまだ5レーンとかポリショナルプレイっていうのは広まる前に構築してたっていうところがすごく肝だなって思います そうですねあとは、まあ、この5レーンっていうのを、まあ、トレーニングから意識することによってうん、うん、再現性っていう言葉をすすめさんは使ってるんですけど再現性を出せるように練習を実際試合で活かせるようにっていうところは結構話してましたねうん再現性ねここ一つキーワードになってくるかもしれませんね今後 <laughs> やっぱどうしてもあれなんですよこう自分たちがサッカーしてて 何て言うんだろう。こう、わかんなくなっちゃうときってあるんですよね。なんか、こう、混乱しちゃったりだとか、うまくいかないときってどうしてもあると思うんだけど、そういうときに、こういった、じゃあ、ファイブレーンだったよねって、こう、立ち返る場所っていうのかな。こう、原理原則があると、まあ、再現性。あ困ったら、そう、こうだったよねって。だから、同じように何回も再現性が生まれる。そういう理屈なのかなって思います。うん。まあ、あれですね。 こうやって話を聞いててもかなりこだわりは強い監督、まあ、こだわり強くなかったら監督は成功できないんですけどかなりこだわりは強い監督です、うん、まあ難しい話をしてもあれなんで、まあ、さっきも言いましたけど適切な立ち位置から適切な人の動きでゲームを支配するっていうのがムさんの特徴なんですね、うん、はい面白いまあ僕もねすごく見ていて あの局面で数的優位を作り出したりだとか。ここはあの山形の今後のサッカーを見る上で意識して欲しいなって思うポイントとなっています。はい、お次に守備ですね。はい、ちょっと画面戻しますけど、えー、まあ、ここもねすごく大事なポイントであのー、守備なんですよ。あくまでベースは？うん。こうフォーバック思考さっきね。フォーバックが理想。だった っておっしゃってるって言いましたけど、そのフォーバック思考なのも、の守備から逆算した上でコンパクトに守れるからフォーバックが好きなんだそうです。うん、他にもその守備,を大切守備を大切にしている象徴的なエピソードとしましては、えー、最終ラインでの1対1は絶対に NG。うん、ここは山口で最初に行ったポイントらしいんですよ、選手たちに。最終ラインでの1対1は絶対に NG と伝えたらしいです。J2 だと、 こう前からガンガン行ったりだとか、もうマンツーマン気味でハメるチームとかもありますけど、ムさんはあまりそういうのは好まない。うん、で、ここ面白いポイントでですね、ここ数年の山形っていうのは、あのいろんなとこから発信している通り、J1 に定着するために攻撃的なサッカーをに挑戦したんですよ。自分たちでボールを持つ。自分たちがゲームを支配できるように。J1 で定着するために、 そういったサッカーに取り組んでたんだけど、その進さんのまずは守備、まずは守備からっていうのも、決してその、なんていうんだろう、J2 で勝ち抜くため、もうただひたすら勝ち点を積むために守備重視にするっていうよりかは、J1 で勝つために、そういった守備の意識を持っているそうで、例えば、オルンガ選手とかね、まあ、J2 ではなかなかいないような、ほんと J1 トップクラスの選手と対峙した時に、マンツーマンだと厳しいよね。 ちゃんとそういうトップクラスの選手と戦った時もあの守れるように今のうちからそういった守備のルール最終ラインで1対1を作らないとかそういうことを意識しているらしいですね、うん、でもあれなんだよねモン、はい、ちゃんこの守備を大事にするっていうのは、はい、あくまでそのシステム上の問題っていうかサッカーの、はいあのー、そのね戦術的な部分で4バック、うん で、ベースは守備なんだけど、だけど、マインドとして攻撃で自分たちが主導権を握ることがベースにないといけないっても言ってますね。うん、だから、そうね、ベースは守備、だから、守備オンリーというかね、その守備のマインドで臨むんじゃなくて、守備はもう超大事、ベースだけど、気持ちはやっぱ、もう自分たちはゲームを支配するマインドで臨まなきゃいけない。うんうん、ここに似てるようで 違うというか、非なるというかね、ここは結構面白いポイントでもあるのかなって思います。うん、まあそうですね、その先を見据えて、J1 定着を見据えて、守備から逆算するっていう考え方は、ちょっとボスとか石丸さんとかは異なる考えなのかなとも思ってます。はい、で、えー、今のが、えー、進さんのまあサッカーにおけるスタイルの話だったんですけど、ここから進さんの特徴ですね。 ええ、もう鈴間さん自身の話にちょっと移っていくんですけど、えー、ここまで話してきて分からると思うんですけど本当に論理的というか、まあ、非常に賢い方です、うん、本とかもねやっぱ出してるしこうインタビューとか読んでもすごく知的なまさに知性といったイメージ戦術家のイメージです、うん、スペースとかそのエリアサッカー用語も独特で面白いんですよねもんちゃんはい共通語 をチームで作るっていう話があるんですけど、はい、例えばスペースっていう言葉の意味ですね。進、うんまあ、さんは自分が考えるものと、選手が考えるのでは異なる可能性があるって話してるんですよね。確かにそうだよね。今さ、じゃあ僕がこうやってスペースって言ってもさ、多分僕があのイメージしたスペースと、もんちゃんがイメージしたスペースって全然違うもんね。うんうん。うん なので、言葉の意味とフレーを結びつけるために共通語を作っていたっていうことです。ああ、オリジナルで作っちゃうんですね。はい。まあ、先ほどのレーンであったりとか、あと、はがすっていうのはサッカー用語でよく聞くと思うんですけど、うんうん、面白いなって思ったのが、箱っていう言葉ですね。うん、箱はい。はい。まあ、相手の、まあ、442の場合。ああ、だって上ですね。上が442ですね。はい。 センターバック,バックサイドバックボランチサイドハーフで作られてる四角形の部分ここかなじゃあはいそうですねそこの部分を箱と呼んでいたそうなんですよねはあなるほどこのエリアを箱って進さんは呼ぶんだはい簡単に言うと車道が立つ位置つまりは、まあ、スペースですよねうん、うん、入り込んでいくスペースのことですねう その車道の選手が立つ位置によって、まあ、相手を何人こもらせることができてるのか、また、まあ、最終的に最終ラインの背後を取るために、すぐ走り出せるような位置にいるのかっていうのをですね、意図、外体スペースを言語化することで選手に伝わりやすくしてるということでした。ここね、すごく面白い。僕も確かに箱っていうワードは聞いたとき、 なすすむさんと話しする気があったらちょっと詳しくここ聞きたいいですね。ね <laughs>、うんえー。面白い、ねうん、あとは「まあ、切る」って言葉だったり「とどめる」って言ったりあと「解放」っていうような言葉もあるそうなので<ー>それに関してはね、まあ、お時間もありますので皆さんこちらを <laughs> ご覧いただいて本当に面白いのでねせっかく監督に。えー なられるので、読んでください、うん。これね、確かに山形のサッカーを楽しむためだったら、もう必需品になってくるのかな。今後は。うん、そうだと思いますよ。ぜひね、皆さん、買いましょう。あの、すすむさんのね、あの印税にも加わってきますので <laughs>。<laughs> ぜひ皆さん、購入しましょう。本当に面白い、ね、うん、こうやって話聞いててもすごく。面白いです。うん。まあ、こうやってお話き、お話をね、していく中で、あの。 その今聞いたオリジナル用語、共通認識を持たせるための,その独特な用語とかもそうなんだけど、こう本当にやりたいサッカー、自分の理想とするサッカーをもう突き詰めるには、少し時間のかかる監督なのかなとかも思ったりするんだけど、うん、どうなんだろうね、このに関しては、まあ、仙台の時はまはあ、一から作り上げたんですよね、このポジショナルサッカーを。と一緒に なので、うん、今度は1からするときはそこまで時間がかからないんじゃないかなっても言ってますねああそっか宣伝年の時はもう全部1から作ってったから<の>こう探り探りじゃないけど試行錯誤だったけどある程度そういった経験もあるから、うん、そんなには時間かかんないんじゃないかなっていうことねはいそっかそっかなるほど なんか僕は結構ネット記事とかいろいろな本とかも読んでて、キャンプの話がすごく多い監督だなと思ったんですよ。キャンプの時から準備してたとか、キャンプの時からこうしてた、トレーニングしてたとか。だからね、こう、結構かん考えるというか戦術家のタイプ、戦術家タイプだから、時間かかるタイプなのかなっても思ったりしてたけど、まあ仙台の時もね、その初めに行った、初めて監督した時とかは途中就任、 の中でチーム立て直してますから、まあ問題ないのかなと、かなり今の山形にとっては適任な方なのかなって思います。まあ、リゾート現実のね、その割り切りもうまい監督だと思いますしね。うん。はい。まあ、あとは山口時代にね、いた選手たちもいるので、そうね、確かには、ね。フォローしてくれると思いますね。うん、それこそね、あの田中航選手なんかはもうまさに進さんのひぞっこですから。 ますます期待っていうのはね、高まってしまいます。あと面白いポイントとしましては、オフになると頻繁にヨーロッパに行くと。これすごいよね。すごいですよね。なんか、えっ、ー、と、1週間かけて、1週間行くんですって。で1週間かけて、練習から、その週末のゲームへの入り、この1週間っていう単位で、視察するらしいんですよ。だからよくさ、そのトレーニングを1日だけ見るとか、試合だけは見るっていう監督は、まあ、 まあよくいるというか、いても珍しくないんだけど、一週間かけて流れを、全体の、全体の流れを視察するっていうのは、まあ、進さんの個性なのかなと思ってます。で、ここもね、ちょっと話さなきゃ,なきゃいけないのが、まあ仙台の監督でしたよと、過去にね。うんまあ、僕ももんちゃんも一度は恨んだ、あの敵将が力強い監督となって、 山形を率いてくれる、まあ、ダービー盛り上がるんじゃないですか。期待していいんじゃないですかね。ええ、仙台先代サポーターからの信頼度はかなり高い監督ですからね。はい、本当に高いですよね。うんよく名前が挙がる監督の一人ですよね。ははい、はい 進さんがね、こう、変わった後、まあ、木山さんが降臨になりましたけど、ちょっとなかなかチームを波に乗せることができず、現状、仙台 J2 にいるっていうことを考えると、やっぱ進さんの凄さっていうのは、こういったところからも、あの、伝わるんじゃないかなって思ってます。うん。で、まあ、最後になるんですけど、えー、進さん、ここまでの、あくまでここまでのね、あくまでここまでのところを見てると、そのまあ仙台もそうだし、山口もそうだったけど、 限られた戦力で、こうやっぱ結果を残すことにはもう最強クラスの監督なんですよ。仙台も、あのー、やっぱ J1 というね、トップカテゴリーの中では決して戦力的に恵まれてるチームではなかった。でも毎年ちゃんと残留して結果を残してた。天皇杯12勝とかもね、含めて結果を残してたし、山口も、あの、進さんが就任する前の年はリーグ最下位だったんですよ。J2 で。その年は降格がなかったから、 J2 残れたけど、まあ実質最下位だったチームを率いて、まあチーズの途中までだったけど、しっかり率いて結果を残せてたと。限られた戦力であの結果を残すのにはもう最強の監督なんだけど、ここからの期待としてはやっぱ突き抜けることができるか。もちろん山形も J2 の中でトップ、オブザトップのね、トップトップの戦力を誇ってるかってあげると、またそこもちょっと違うんだけど、ここまで引いた2チームとは、 そのカテゴリーの中で見ると、ちょっと立ち位置は違う。本気で昇格を狙えるチームだとは思うので、そういったチームを率いて突き抜ける結果を残すことができるのか。ここは、もう進ムさんの本当の意味での進化、手腕が問われるところなのかなと思いますし、純粋に僕たち山形サポーターは楽しみにしてていいところなんじゃないかなって思ってます。まあ、やってくれるでしょう、モンちゃんね。はい。 やってくれるはずです。期待しかないですよ。うん、うん、あとは、あれなんだよね。もんちゃんはすすむさんのパッションも好きなんでしょそうですね。結構暑いんですよね。本当に。なんかベンチ見たことある方いるかもしれないんですけど。一見クールに見えるじゃないですか。うん、かっこいいしね。うんでも本当に暑いですよね。うんそう、ね、熱い、うん、そこ重い。うん、ここはね。 ぜひ皆さん注目したいポイントなんじゃないですかコメントでも今回のね答えのコメントにもあ<ー>結構感動しましたそっかそっかまあマネジメントの部分僕もそのあくまでそのピッチの中での進むさんしか今までは知らなかったからさ監督としてそういったマネジメントの部分っていうのも、まあ、今後注目して見ていきたい部分なのかなとも思ってます ということでね、今回、あのー、クラモスキー監督が契約解除ということで、急遽、えー、カメラを回して、渡辺進む新監督についてお話ししてきましたけど、本当何回も言うけど、期待しかないと。期待しかないし、もう覚悟をね、持って、こういう今の山形を率いてくれるわけだから、僕たちサポーターは全力で応援しなきゃいけないなって思います。うん、僕たちリオジョシチャンネルも、 こういう時こそ、モンティル山形を盛り上げられるように、えー、全力で活動していきますので、皆さんも一緒にモンテ盛り上げましょう。この動画が良かったな、面白かったな、と思っていただけましたら、高評価、コメント、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。では、まず、次節、大宮、絶対勝ちましょうそれでは、 Bye bye.